久保さん、まあ、まさにそうですね。まあ、僕もずっとやってるんですけど、なんかあの、ね、昔は久保さんが言ってたことが意味わかんなかったんですけど、吉田さんいつもお世話になってます。ラーメン代ですっていう、なんとか代っていう振り込まれたこともあるんで <laughs>、本当にこういうことあるんだな、みたいな。少ないですけど、吉田さんいつもお世話になってます。ラーメンこれ食ってください、みたいな <laughs>。何も商品売ってないんですけどね。ありがとうございます、と。で、久保さん。 僕ね、久保さんのあの、やり方をパクりまして、後払い制ですよね。で、ドリアカを、ある特定の方に後払いで、こう、売ったりとかしてる時があったんですよ。久保さんね、そっかしら後払いお。後払いっていつもなかなかいいな、みたいなね。パクってすぐやったんですけど。で、久保さん、今さっきね、あの、4年前ぐらいに、その後払いで入った人が、<laughs> 吉田さん、あきました、おめでとうございます、お久しぶりです、みたいな。大変なことに気づきましたと。 あの払ってませんでした後払いみたいな。払いますみたいな。残金が30万ぐらいなんですけど、払いますって連絡来て、ありがとうございます <laughs> あの、回収っすね。で、さらになんか、久保さんこれね、僕もね、またびっくりしたんですけど、<laughs> まあお正月早々いろいろびっくりすることがありますね。で、一応僕は、久保さんはいつでもいいよみたいななんかあるじゃないですか。20年後払いだったら、僕はあの3年縛りとは縛ってたんですよ、後払い。で、その後払いが、あのー、 一年ぐらい遅れてたんですよね。で、ま、あその期限が切れてたと。本来だったらこの期間に払わないといけないんだけど、後払いで払わないといけないんだけど、切れてたと。吉田さんすいません。法定金利調,調べましたと。で、法定金利年利5%ぐらいらしいんで、一応計算して遅れた分、利息払いますみたいな。<laughs> 利息付きです。ありがとうございます。<laughs> 取り立て、取り立てずとも勝手に利息をいただけるっていうのはありがたいですね。 いや、僕、これ初めてパターンですね。利息勝手に計算してくれて、利息付きで振り込みますみたいな。いや、これはね、ちょっとね、この前もね、なんかあの商品買ったことあるんですけど、友達にプレゼントしたいんで、あの、買っていいですかっつって、その方6個買いましたけど。いや、なんかやってると不思議、いろんなことありますね。奇跡的なの。で、僕はまあ、一応ね、じゃあもら、もらえるものはもらいます、つって、 で、僕が提案したのが、じゃあ利息分もらうんで、僕セミナーしますよと。うん。その利息が1万6000円ぐらいですかでその、その分のセミナーやるんで、無料で招待するんで、セミナーやるんで、セミナー、あの、スケジュールちょっとくださいって言って。で、僕、さっきメール送ったんですけど。<laughs> で、結果的にまあ、まあ、その方は利息自分で払いますって言ってるじゃないですか。あ,あじゃあいただきますと。で僕は請求してないんですよね。お、払いやって言って、南の帝王じゃないんですけど、払いやって言ってないんですよ、1個も。 向こうの意思ですよね。じゃあいただきますと。ただ、いただいてるだけじゃもったいないんで、あの、悪いんで、じゃあその分、それ以上の価値を提供するセミナーをしますと。無料でやります。じゃないですか。で、その、いいんですかみたいになるじゃないですか。で、僕としては映像が撮れるんですよ、また。で、その映像をまた売って売り上げて作れるんですね。<laughs> ありがたいですね、これは。<laughs> まあ、言いましたよ。だから、あの、映像撮って売るんで、また僕はね、つって、その映像欲しいから、つってやりましょう、みたいな <laughs>、うん。で、その、す,すげえおも、その、なんか、面白いなと思うのが、今、お正月セールスやってるじゃないですか。で、お正月セールスの5つ今、商品売ってる、まあ今日で締め切りなんですけども、その5つの、5つ目に、その、セミナー映像売ってるんですよ。で、 今回、その利息付きであの振り込みますって言ってくれた人が参加してくれたセミナーなんですよ。そのセミナーっていうのが <laughs>。で、そのセミナーも開催した理由は、その方があのブログをやっていて、ブログのちょっと聞きたいですっていうことで要望があったんで、じゃあセミナーやりますよって言ってやったんですよ。まあそういう感じできっかけだったんですけど <laughs>。だからすごいなと思って、なんか、 でちょうど今そのねその方が参加したセミナーもう何年前にまあやったセミナーその方がね今回連絡いただいた方が参加しているセミナーなんですけどそれを売ってんすよ今 <laughs> でも久しぶりに連絡来るみたいな面白いですねなんかね何なんすかねこれねいやーちょっとね2023年はうさぎですねなんかぴょん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 なんかいろいろありますね <laughs> 跳ねますね ありがたいいってらっしゃい